ットです。次の車は、元桐生市会議員さんやられていた金谷警報さんの車両です。今、二郎振興会の方が乗っているようです。はい、スタートです。次はフェラーリ308という1980年、今年の、ラインエントリー、このイベントのエントリーは1980年までなので、この車までが参加資格があります。さあ、喋っているとすぐ時間で30秒です。スタートです。はい、308です。はい、次はフォルクスワーゲンティートルガブルーレ、カルマネ社が作った美しいボディ、この陽気だとダムの方がいいんだろうね。気持ちいいね。さあ、気をつけていってらっしゃい。スタートです。ただ、うまく満載してますよ。大丈夫ですか。はい、スリーバリエント、ビートルの同じフォルクスワーゲンビートルのエンジンを搭載しているワゴンタイプの車両になります。はい、気をつけていってください。スタートです。さっきちょっとオーナーさんと話しましたが、僕の車こんなに車出るんですか、かっこよく出るんだって思いました。皆さん、今日お買い求めのパンフレットに全ての車両の最高速が掲載されています。ぜひお買い求めください。500円です。はい、スタートです。はい、今日311マイクシューズチャンネル、この人もう日本で最初の市販車で最初の200キロオーバーの車、これは15キロで最高速205キロ、余韻だから本当に出たとこは見たことないけどね。さあ、スタートの時間です。よろしくお願いします。次は2列の MAX2、1965年、昭和40年の車両になります。足利から参加です。当時60馬力で最高速度140キロと言われてます。まあ、当時の車としてはすごく高性能なスポーツカーだと思います。はい、スタートです。はい、次は国産車です。ホンダのウッド6になります。真っ赤なスポーツカーです。この車は左ハンドルなので逆入車になります。一旦輸出した車両を戻して今乗られているものと思います。3、2、1、はい、スタートです。さあ、 G マークがついた D45 と G になります。当時の若者がみんな憧れたと言ってもいい ARGZ240Z、 さっきの SR311 が205キロに対してこの車は210キロの最高速を誇ります。さあ、スタートです。気をつけていきましょう。さ
なかなか今見られない車、この形で、なかなか今見られない。